はい、皆さんこんにちは。まずは3ヶ月間僕のチャンネルにお付き合いいただき本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、僕は人生の最大目標として海外の競馬場を渡り歩くという夢がございまして、それを観光するためにはどうしても YouTube チャンネルの活性化っていうのが必要になってくるわけで、だからこそ YouTube で動画を投稿するってことを続けていたわけですけれど、そういうことを続けてると、どうしても悲しいことにね、非常に辛辣なコメントをたくさんいただきまして、くじけてしまうこともあったんですけれど、でもこうやってたくさんの方に見ていただいて、たくさんコメントをいただきまして、コメントをくださらなくてもそれが下がることのない再生数になって現れていて、それを見て、毎週見てくださってるんだなってことを感じれることによって、くじけることなくここまで続けることができました。本当にありがとうございました。はい、この自粛の期間の憂鬱な日々っていうのを僕は全く憂鬱なく過ごせたのも、こうやってたくさんの方が見てくださってる動画投稿を続けられたからだなってマジで思ってます。なので楽しい日々を本当にありがとうございました。はい、マジで感謝してます。はい、ありがとうございます。今日の宝塚記念の結果なんですが、ツイッターで伝えた通り、そして動画でも伝えた通り、クロノジェネシスと奇跡の馬連を的中することができまして、ガミることなくプラス的中で終えることができました。個人的にはね、ちょっとモズベンローが、予想動画で伝えた最初の2波論、ラスト2波論の理論にかなっていまして、実は最後の最後まで個人的には悩んでいた1頭なので、終わった瞬間はね、ちょっとモズベンロー来ちゃったかってちょっと思ったんですけれど、でもね、欲を張ってはいけませんから、馬連だけでも的中したということで、喜びを感じていまして、今はハッピーな気持ちです。はい、皆様はどうだったでしょうか。で、今回この動画で伝えたいことなんですけれど、もう1点ですね。今年の夏、これからこの競馬チャンネルの方はどういった形でやっていくのかっていうことについてです。で、いろいろ考えたんですけれど、今年の夏も去年の夏と同じように、僕はセカンドチャンネルである心理学チャンネルの運営に力を割きたいなというふうに思っていますので、こちらの競馬チャンネルの方は、3ヶ月くらいかな、休止状態に、基本的には入りたいなというふうに思っております。で、ただですね、この思いは、今、6月28日、20時10分現在での話であって、今年の夏に関しては、十分この思いは変わる余地はありそうです。というのも、3つ理由がありまして、まず1つ目は、やっぱり宝塚記念がこうやって当たりまして、非常にやっぱ競馬って楽しいなって、ちょっと思えちゃってるので、なんか普通に、たくさんね、温かいコメントとかもいただいて、またね、たくさん皆さんと一緒に競馬やりたいなって思いが純粋にあるので、なんか、また夏に2回、3回と復帰したいなっていう思いがあるので、多分この思いは変わるんじゃないのかなっていうのがまず一つです。純粋に競馬ってやっぱ好きだなって思えたのが一つ目ですね。で、二つ目が、100% データってこれ結構すごかったんじゃないのかなって思いまして、100% データはね、見ていただいた方はわかると思うんですけれど、ビクトリアマイルのアーモンドアイが来ないんではないかっていう 100% データに関しては、もう本当に、もうすげえ反省しなくちゃいけないんですけれど、でも、高松の宮記念の、グランアレグリアとノームコアの話もね、良しとすれば、今年の春って 100% データ全部当たってたんですよね。はい、今回の 100% データに関しても、サートルナーリアと奇跡が買える人気馬として挙げまして、少なくともどちらか一方は必ず馬券になるというデータを紹介しまして、奇跡が、入りましたし、買えない人気馬として、グローリーベイズを挙げまして、100% 来ないんではないかというデータを紹介しまして、こちらも的中したわけです。はい、で、将来的にはね、なんか本を書きたいなとかっていうふうに思っていまして、それをね、なんか出版社の方から声をかけていただくためには、やっぱりこっちとしても発信をし続けることが必要であって、で、その玉として、100% データの、情報を発信していくっていうのは、ここまで実績がついてきたものなので、なんかありなのかなっていうふうに思えたので、なので、なんか動画の投稿を 100% データだけでもね、あと外給の動画と、なんか続けていってもいいのかなって思えてるのがまず二つ目です。
はい。まあ、これに関してはちょっとまたどこかで、ツイッターとかで話そうかなとは思ってるんですが、はい。非常になんか成績のいいものになっていたので、ここで止めるのももったいないかなっていうふうに思えてるのがまず二つ目です。はい。友達から的中おめでとうっていう LINE が来ましたよ。なんか、レースが終わってから結構来るんですよね。的中おめでとう、的中おめでとう。中学の友達とか高校の友達とかも、動画見てくれてて、的中おめでとうってめっちゃお祝いのコメントが来ます。僕はジョッキーかなっていうぐらい、お祝いのコメントが来るんですけれど、ありがとうございます。はい、後で、返信したいと思います。で、っていうのが二つ目です。で、三つ目っていうのが、はい、っていう、まあ、三つの理由がありますので、今年の夏に関しては、まあ、どこかでね、ちょいちょい動画を投稿したいなっていうふうに思ってます。で、まあ、夏競馬に関しては、多分夏競馬になっても僕のチャンネルを見てくださるってことは、多分結構僕のチャンネルを好きでいてくれてるのかなーなんて思ってるので、なんか、夏にしか出せないような、ちょっとこう、バラエティ色の強い動画であったりとか、ちょっとこう、今までとは趣向の変えたような、興味深い動画とか、なんか面白い動画とかね、を出していきたいなっていうふうに思ってるので、ぜひ今年の夏はちょっと期待していただきたいなと思っております。はい。なので、ぜひね、チャンネル登録はそのままで、そして通知もそのままで、よろしくお願いいたします。はい。そうですよ。今年の夏はじゃあもう復帰しますよ、どこかで。はい。なので、非常にね、面白い動画を用意したいなというふうに思っているので、ぜひ、皆様、チャンネル登録と通知はそのままで、もうすぐに帰ってきますから、はい。よろしくお願いいたします。はい。そうですよ。今年の宝塚記念もね、こうやってバシッと当てることができましたので、まだ見切らないでいただきたいなというふうに思っております。これ、天皇賞の時も言ってましたね。はい。ということで、お願いいたします。はい。ということで、今年の夏は心理学チャンネルの方に力を入れつつ、こっちの競馬チャンネルの方にも力を入れていきたいなというふうに思っているということをお伝えしました。はい。ぜひ、今後ともまたよろしくお願いいたします。はい。では、ということで、2020年の上半期も皆様お疲れ様でした。そして3ヶ月間本当にお付き合いありがとうございました。では最後にはなるんですが、僕の上半期のこの競馬チャンネルでの動画っていうのを、最後エンディングに載せて、総ざらいを皆さんとしていきたいなと思っております。ということで、心を込めてこちらも作ったので、最後まで楽しんで見ていただきたいなと思っております。ということで、本当にありがとうございました。ではまた、皆様、いつかの動画でお会いいたしましょう。あたした今週はこの高松の宮記念で、そして前走系のデータ縛りで、もしルメールジョッキーがこのレースに参加できていたとしたら、真っ先にこのグランアレグリアを選んでいたんではないかということなんですよね。今年の高松の宮記念も前走よりも内枠になった馬を重視すべきだと思っています。競馬に関連させながら今の僕の正直の思いをお話ししたいなって思ってます。最終週の阪神芝 2000m G3 の勝ち馬が次走 G2 以上のクラスに出走した場合、2分1秒8を切っていれば必ず勝てるというオカルトがございます。ディープインパクト3区が小馬になってから重賞を連勝したケースっていうのは今までに6例しかないんですよね。ディープの中で一番先頭にいるディープのお子さんなんですよね。桜花賞には理屈では説明のつかない不思議な連続が昔から繰り返されているんです。チューリップ賞4着馬の輝き、三冠牝馬誕生と幸運の7番人気で、星野亜紀さんが阪神入りするも三浦ジョッキー着外って書いてあります。それはもう加速力という点ではかなり評価に値するんではないかと思っています。いやー、皆さん、とんでもないオカルトを発見してしまいましたよ。オカルトなのかな、されると思います。まあ、ディープインパクトっていう種牡馬が同じ距離のスペシャリストを出すのにすごく優れていた種牡馬だったということだと思うんですよね。キメラベリテです。ありがとうございます。キメラベリテが3着以内に来ることを確信し、単勝と副賞を本戦にして勝ってまいりたいと思っています。はい、すいませんでした。一番人気の馬に G1 勝利実績があるとしていうのは固くて、一番人気の馬に G1 勝利実績がないとしていうのは荒れる傾向にあるかなって思っています。日経賞一着馬が天皇賞に出走して連帯するには G1 での連帯実績が必要だということですね。なので、それを踏まえてもこの直行っていうのはよっぽど体が弱いのかななんて思ったりしてしまいます。天皇賞春は去年優勝した馬と
その後同じレースに出走していた馬がここ10年では必ず連帯できています。1番から18番のくじ引きの中で2枚当たりが入っていて、その中で最低人気のミナレットが K.I. エレガント、いや、はい、給付金にちなんで10万円で区切るっていうね、僕なりのトンチを利かしたオカルトになってるんですけれど、先週の NHK マイルカップで締め切り直前の5分前にラウダシオンとレシステンシアの馬連大口投票が入りましたね。去年のトースポの事前インタビューの記事なんですけれど、いいですよね。作業時間4時間32分の決勝です。作業時間3時間55分の決勝です。僕の3時間28分の決勝です。では僕の6時間38分の決勝です。どうぞ。そこでじゃあオークスまで1006しか走ったことがない馬はオークスでどんな成績だったのかということをですね、全部調べてみました。オークスで当てるために僕らの宿題の一つになってくることが、レコード決着に強い黒船が母乳に入ってる馬が必ず3着以内に来ているんですよね。なんか強く見えないですか。もちろん大逃げだってやってみましたよ。2冠馬が出る年っていうのは枠の足し算引き算馬券で決まっているんですよね。で、僕はコントレイルが勝つと2冠馬が出るというふうに思っていますので、ここまで単勝1倍台の馬に確実に勝たれると、なんで自分はその馬の単勝にもっとぶち込めなかったんだっていう、なんかよくわかんない根性反省会が始まりません？この書き方はプラスになって、回収率にしても安田記念出走馬がこの中間どうやって過ごしてきたのか、もうアーモンドアイ対策にこのダノンスマッシュを投入していると去年のトースポでの事前インタビューで、まあそんなことを答えていたんですよね。メスの方が早いとされてるんですよね。インバを買ってればいいんではないかと、サーテルナーリア奇跡を軸にするには最適なんではないかと。はい、まあ馬体を見ても多分10キロぐらいまた増えてるんじゃないのかなというふうに個人的には思うんですけれど、大阪杯の時よりですよ、